皆さんこんばんは。おはようございます。おはようじゃないか。今日はですね、2017年9月の18日、夜中の2時14分です。よろしくお願いします。雑談しましょう。はい、コロンさんお疲れ様です。何食おうかな。お、ペニーだ。久しぶり。どうも。
タバコ17かな？17だね。17歳だね。俺がタバコ吸い始めたのは。17ですね。ありがとうございます。ペニーさんから花火いただいたので1曲歌います。ゴールデンバットだね。今吸ってんのはアメリカンスピリット。アメリカンスピリット美味しいな。俺が吸ってるのはメンソールライト。アメリカンスピリット美味しいな。実は無農薬タバコ嫌いな人がいるけど、俺は大好き。タバコは体にいい。タバコもっと吸いたい。タバコを吸って肺がんになる上等だぜ。タバコを吸って死ぬのは構わない。ありがとう。花火一発につきオリジナルソングを歌うんでね、よろしくお願いします。アーティストなんで、歌い手なんでね、よろしく。フォローありがとう。あ、フォローじゃねえか。あ、もしかしたら通話するかもしれないわ。もしもし。あ、もしもし、お疲れ様でごす。めんね、夜中に電話しちゃって。あ、大丈夫ですよ。なんかさ、俺のところにさ、なんか初見さんっぽい人が来たの。はいはい。放送に。で、なんか、ゆらちゃんになんか詐欺られたとか、すげえなんか、連投してコメントしてて、はいはい。本当なのかなと思って、電話したんだよね。なんか、50万を、ゆらちゃんにはいはい。はい。貸したけど、なんか、ストーカーで訴えられたって言ってたんだけど、本当なの？あ、そうです。なんか、訴えたんですよ。で、リスほナーさんだったんで、それで、うほうほう。自分が、まあ、援助をしてほしいっていう話をしたんですよ。助けてほしいっていうのを。お金に困で、ってて。そうです、そうです。で、
今回、その7月末に引っ越しするのにあたって、じゃあちょっと多少なりとは、助けてほしいんだよねっていう言い方をしたんですよ、私が。ね、その男の人なの？その人は。そうです、そうです。リスナー、自分のリスナーさんなの？そうです、そうです。っで、ていうのを言ってて、じゃあ、無理だったら別に無理で大丈夫だよっていう話もしたんですよ。まあ、で、借りれたそのら時助に、かるみたいなね。そうです、そうです。で、その引っ越し費用とかが、ちょっとまあ、ぶっちゃけ足りなかったんですよ。その7月松に。29に引っ越しだったんで。で、実質、ちょっと、家の方に、実家に帰って、印鑑登録証明書がいるって言われて、母親の。で、まあ、一回帰ったんですよ。で、その時に、30日ぐらいかな？多分30日ぐらいに、じゃあちょっと助けてっていう話をして、それで、まあ、援助してもらったのはいいんですけど、で、なんか詐欺だ、詐欺だ、とか、なんかどうだ、こうだ、言ってて、何がで、詐欺ずっだっと、つってんの？よく俺も分かんなかったんだよな。ぶっちゃけ、今から10日ぐらい前ですかね。に、私がその人と、まあ、ぶっちゃけ、裏話を言うと、じゃあ、もうその人が白血病だから、今後俺の面倒を見てほしいって言われたんですよ。で、まあ、好きだから付き合ってもほしいって言われて、告白されまあ、たんだ。そうです、そうです。で、じゃあそれはいいんだけど、まあ、3時間ぐらいその話をしてて、結論じゃあ、私も覚悟を決めるから面倒を見てあげるよっていう話をしたんですよ。でもさ、じゃあ、50万円のお金は借りたんだよね。貸してもらったん借りだよ。てないです。もらったの。もらったっていう言い方の方が、まあ、結論ですよね。ああ、なるほど。無理やりこっちが出させてはないので。ゆらちゃんからすると、普通に50万支援をしてもらった感覚だったんだけど、向こうは貸してた感覚っていうことで揉めてんの？そうです、そうです。でも結論、そういう借用書なり何なりも書いてないですし、じゃあそういう携帯料金を払ってもらったりとか、そういうのがあって、結果私と連絡が取れないから、そういうふうに、じゃあ、訴えるねとか言ってたんですけど、向こうが訴えるっつったの？そうです、そうです。でも私は無理やり、じゃあお金貸してよとか言ったことも一回もないんですよ。だなるからほどもう、ね。それは警察に言ったんですよ。そしたら何て言われたの？警察には。その当時に、10日ぐらい前に、家をゴンゴンされて、警察とレスキュー隊員も呼ばれてて、私が倒れてんじゃないかと思われてたらしくて、まあ実際理由があったんですよ。私、腫瘍ができてて、もう脳に、それ脳にが悪腫性瘍あにんなっの？たらもう、癌になっちゃうっていうのも、先生に言われちゃったんで、脳腫瘍あんの？ゆらちゃん。そうです、そうです。大丈夫なの？それは。それはまだ大丈夫なんですけど、悪性じゃないんで、だからこう、朝方とかになると、やっぱこう、吐き気だったりとか、下痢だったりとか、大変だね。頭痛がしたりとか、が結構こう、あって、仕事とかも結構出れなかったりとかもあったんで、で、ある程度最近こう、いろんなことが落ち着いてきて、ちょっと、体調面もちょっと落ち着いてきたかなっていう感じなんで、そうなんだ。で、結局、なんでストーカー被害を出すことになったの？揉めたの、まあ、50万円支援してほしいっつって、ゆらちゃんはもらったもんだと思ってた。向こうは貸そうしでてす、あそうげです。たんだっていうのは、まあ、金銭トラブルで、まあ、それは分かったの。だはいけはい。ど、ストーカーがどうのこうのとか、なんか、白血病で面倒を見てほしいとか、付き合ってとかがよく分かんないんだけど。私が知り合ったのが5月終わりぐらいだったんですよ。ほうほうほう。で、まあ、ツイッターの DM から連絡が来て、で、こう、いろいろご飯とか食べに行ったりとか、はいはい。こう、家に来てくれたりとかもあったんですよ。ほうほ実うほうほう。際、引っ越しの時に手伝ってもらったりとかもあったんで、はい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 。荷ほどきだったりとか、じゃあ、荷造りだったりとかっていうのもほうほう。あって、そういうので、まあ、いつだっけな、7月終わりぐらいに、一回言われたんですよ。付き合ってほしいっなんか、て。ゆらちゃんのことが好きだから、付き合ってほしいんだって言われて、いや、今私その状況じゃないから、本当に、お断りしまあたんだ。こう、そ
そうです、そうです。切羽詰まってるから、ちょっうん。と私も今すぐは付き合ったりもできないしっていう、ちょっと遠回しに言ったんですよ。なるほど。まあ相手がちょっと傷ついたりとかしたらちょっとあれだなと思って、なるほど。遠回しに断ったんですよ。で、8月の中頃にもう一回付き合ってほしいんだって言われえ、て、お金を借りたっつうか、支援してもらった後に告られたの？それとも、告られた後に支援されたの？どっちだったの？支援した後に告られたんですよられたね。のね。で、お断りしたと。そうほです、うほうほう。そうです、そうです。それでも、こう、じゃあ、助けてあげるよって言われて、助けてもらってたんですよね、実際。なるほど。あ、じゃあ他にも支援もらってたんだ。トータル50ってことか。そうです、そうです。なるほど。その携帯料金だったりとか、それって公共さ、料金。向こうがさ、ゆらちゃんのこと好きで、ゆらちゃんに貢いでただけで、振られたから逆恨みしたってことでしょ？ゆらちゃんからすると。そうです。で、ストーカーになって、昼からゴンゴンされて、レスキュー隊員とか警察も来て、で、結果夕方にも同じことをされて、火災が起きてるみたいな、隣人なんですけど、みたいなことを言われて、ゴンゴンされ、レスキュー隊員とか警察の人が来て、本人が来るわもうけじゃこないんの、だ。で、そこからもう連絡とかは取らないでくださいねって、その、ストーカー対策の人に言われて、その、夕方過ぎぐらい、7時半ぐらいですかね、それを落ち着いたのが。で、夕方の7時過ぎだったんで、それで、なんか、ストーカー対策のことに対して、こう、説明されて、アドバイ警スを。察、そうです、新宿警察署で説明されて、もう連絡とか、その接触とかをしないために、一筆書いてくださいっていうのを言われてて、一筆書いたんですよ、警察で。で、相手にも接触とか、連絡とかは、しないでくださいねっていうのも一筆書かされてるんですよ。警察に対して一筆書いたの？そうです、そうです。なるほど。で、それで私はもう接触とか連絡とか、まあ非通知とか、まあ LINE とか来てるんですけど、それも全部返してなくて、まあ、前のよう、なんか LINE コロコロ結構変えてる人で、助けてとか、いやもう今まで俺が悪かったから反省してるから、なんか連絡返してよとかずっと送ってきてくるんですよ。でも私はなんかもう記録無視状態で。そうで、です、そうです。何が決め手でストーカー被害は届け出したの？連絡がひどいから。電話がすっごいかかってたんですよ。何件ぐらい来んの？電話。その当時でだいたい30件から40件ぐらいは1日で、トータル的に考えると。一でも日仕まあ3、事40も件精神的は、にその時出れなかったんで、そうだよね。そうですね。で、LINE とかも1日何十件って来るんで、ああ、まあそれはで、ね。LINE もなんかブロックしても、じゃあまた新しくして、またなんか追加してきてみたいな、連絡返してよみたいな。怖いね。それをなんかこう、非通知とかでもなんか電話してくるんで、いや、ちょっとさすがにもう無理じゃないっていうので、なるほど。その後ももうまだ、今日もまだ続いてる状態なんで。今日も来てるってこと？そうです、そうです。LINE 来てます、普通に。電話、LINE 電話もなんか私が友達追加してないんで、まあ電話が相手できないんですよ。で、私からしたら、その LINE は見れるけどっていう話なんですよね。それ怖いね。そうです。だからもう、それはちょっと、和道さんも触れない方がいいと思います、もあ、触れない方う。がまあ、あいい。とは、そうですね、もうなんか、ぐちぐち多分、いや、こずう、ーっ表さんとにれ、言い回そって、じゃあ、どうにかこう。う、ユラと連絡取れないのかっていう、多ああ、分。そういうことだったんだ。そういでや、す。だだから、和から、道さんが、こう、橋渡しみたいな感じで、ユラちゃんはどういうふうに考えてるのとか、ああ、知りたどう、いってこ今と思ね。ってるのっていうのを知りたいんだと思うんですよ、相手側なは。るほど、なるほど。だから多分、和道さんを私が好きだったから、和道さんめっえ？ちゃ好きだからっていうのを、その、ゆらちゃん、和道さんのこと好きなの？好きです。それは何？それは配 信和者道とさんしのこてと。なのか、その異性としてなのかで話が変わってくるけど。私、ちょっとそこは秘密にしときます。そう。
まあ確かに人としてもう完璧な人類っていうあだ名がつけられてるから、まあ、確かに俺のことを好きになってしまうのはしょうがないと思うわ。っていうのがあって、多分それで、軽くスそルーされの、た。まあいいんだけ ど、っいいてんいうだけのがあっど。て、多分その、私のリスナーさんが、あ、じゃあ、ああ、そういうこと和道さんか。のところ行けば、あ、ゆらちゃんと連絡取ってるから、多分きっとって思まあって、連多分絡相全手が然どういうことを知りたいかっていうのを、多分、なるほど。探橋り入渡れしてをんのしてね。ほしかったんだと思いますあ、よ。じゃあ俺スルーするわ、この件は。コメントそう来でてすも。ね。オッケーオッケー。わかった。すいません、なんか迷惑かけて。あ、いい。いや、なんだとか言って。いや、俺も急に言われたから、変なポンプだなとか思ったんだけど、一応なんか本人に確認ね、しておきたいなと思ったから。オッケーオッケー、わかった。まあ、なんかご迷惑かけてすいません、あ、う全ちの然リ全ス然。ナーが。え、なに、ゆらちゃんツイキャスやってんだっけ？ふわっちだっけ？ふわっちですね。ふわっちやってんだ。そうです、そうです。あ、そっかそっか。え、結構やってんの？最近。いや、もうなんか闇期なんてやってないです。ああ、そっかそっか。もうなんかそういうことがあって、まあそう配だよ信ね。しても結果その人が来たりとか、まあそうだよなんね。か隠れて潜ってたりとかあるんで、怖今さっき配信してたよねみたいな。え、みい。怖っ。たいな。家はバレてで、んの？家もバレてますあ、バもレてるからそうだよね。警察とか来んだもんね。救急とか、ん。レそうスでキューす、そとうです。でもまあその後に家に来たりとかっていうのはないんで、でもなんか警こう、察は対処してくれるって言ってんの？そのストーカー、受理とか、その、あ、そうです、そうです。もうこれ以上、ひどい、まあ家とかに来るようであれば、もう110番をしてくださいって言われたんですよ。まあ、逮捕だもうろうそね。の現場でっていう感じで。OK、OK。なるほど。大変だね、女の子は。まあそうなんですよね。だから、って感じなんですけど。オッケー、分かった。教えてくれてありがとはい。う。あんま落ち込まないで。ああ、私は大丈夫です。意外とメンタル強いんで。そうだね。メンタル結構強いよね。そうですね。オッケー、分かった。はい。じゃあ頑張って。はい、ありがとうございます。ははいよー、失礼しまーす。い、失礼します。なるほどね。これみんなどうなんだろうね。50万って額が額だからな。金返せば終わる話だと俺は思わないかな。いや、好きだったから金貢いでたんでしょ？ 50 万。だからね、難しいよね、こういう問題は。本当に。裏引きなわけじゃん。だからそれこそふわっちアイテムでもらえばさ、いや花火投げた方が悪いんでしょうっていう話になってくるじゃん。だけど、その直でもらうと、だってみんなだってさ、その自分のお気に入りの女の子の配信者とやりたいわけでしょ？だから女の子に怒るケースだよね。男なんかね、なんか金もらってパコるなんてできないもんね。なんでお前いい思い2回もしてんだよって話だもんね。だから女の子ならではだよね。金貸したって言うわな、男の方は。なるほどね。大体分かったわ。変な事件に発展しなきゃいいけど。まあ、相手の言い分も聞いてみたいっちゃ聞いてみたいのはあるけどね。難しい問題だよな、これは。俺は正直金返せば終わる問題だとは思ってないかな。
そんな簡単な問題じゃないと思う。とんでもない。状況を把握できました。ありがとう。大変だね。大変だけど頑張って。ああ、首寝違えた。頭痛えわ、本当に。支援を甘く見るな。支援者側だってバカじゃないんだから。俺、支援甘く見てないよ。だからデリケートだ。だから、その恋愛感情でアイテム投げるのはダメだけど、恋愛感情で投げる人いるからな。まあ、だからほら、俺の男性支援者全員、俺のことを体目的で花火投げてるから、ガチホモばっかりなわけだから、俺でオナニーしてるんでしょ？俺でしこってるんでしょ、多分。俺に花火投げてる男性リスナーは。怖いわ。身の危険を感じるわ。どこからどこまでが恋愛感情なんだろうね。でもなんだろう。振られたから金返せっていうのはちょっと違うよね。あ、ホモに掘られないように気をつけます。ハートありがとう、たくさん。ロハコさんとの、だからロハコさんも俺の体目当てで俺のリスナーをやってるからね。俺でもゲイ受けするんだよな。なんでなんだろう。ゲイからモテるんだよね。ゲイの人に偏見は全くないけど、俺はゲイではないかんな。昔からゲイに受けるんだよな。いいな。お腹空いてきたな。雨まだ降ってんのかな。台風の目か。台風まだ落ち着いてないと思うので危ない。いや、腹減ったんだよね。飯食いたくて。腹減ったわ。なんか食いてえな。あれっていうか、ゆらちゃんって住んでんの近所じゃねえ、もしかして。ご近所さんだったような記憶があるんだけど。のんちゃん、
お腹すいた？お腹すかない子なの？車でどっか行く？お、車でどっか行く？珍しい。止めれなかったの。いつものために。車移動するじゃん。何行く？あ、遠くなったんだ。なんか和道リスナー、近くに住んでるリスナーがみんな遠くに行ったんだよ。遠く、遠く、離れて 何食べよう 何食べる？何食べたい？デニーズか。デニーズって深夜メニューなんか、あれなんだよな。デニーズね。デニーズ。深夜メニューやめてほしいんだよな。デニーズいいね。デニーズ行く？カムバックしたの？カムバックしかしてないね。カムバッカーだね、俺は。カムバックっていうか、まあ、次の日に普通にやってたかんな、俺。それがカムバックと呼ばれるのかどうなのか。メニュー、深夜10%増したっけ？いや、なんかね、深夜メニューみたいなの、家の近くにあるやつだと、深夜メニューみたいなので、なんかないんだよね。いや、デニーズ歩いて行ける距離だぞ、のんちゃん。車移動する？車移動するか。デニーズの何食べんの、のんちゃんは。パンみたいな、パン。デザートみたいな、そんなんあったっけ？デザートみたいなパン。はフレンチトーストみいたいはい。な。あれうまいよね。フレンチトーストあるわ。うまい。デニーズのは。え、ていうか俺フレンチトースト作ってあげようか。嘘。のんめしがうまいから、のんめし食いてんだよな、俺。ご飯作るのだるい？お腹すいちゃった？そんなに空いてないのか。のんちゃんの飯うまいんだよな。今日の確認ちょっと甘かったけど。テロップ引退配信。いや、テロップ変えらんないんだよ、ふわっちって。簡単に変えらんないの。下のテロップだけしか変えらんない。この部分しか。この部分だけ。だからテロップは変えらんない。ツイキャス、仕組みが違うんだよね。甘口と中辛とチャーシュー味だ。ちょっと甘すぎたね。なんかさ、俺さ、ドレさんの顔がさ、ちょっと統合失調症患者の末期の ドレさんちょっと病気悪化してない？大丈夫？なんか、大阪あたりからね、ちょっとやばいんだよね。俺、手料理うまいぞ。なんか、俺、料理下手だと思ってる人いるけど、俺、めちゃめちゃ料理うまいからね。下手な女子より全然うまいよ。俺、うまいよね、のんちゃんね。普通にうまいよね。なんかね、下手だと思われてんだよね、料理。なんでなんだろうな。そこがよくわかんねえんだよな。普通にうまいぞ、俺の飯は。17の頃から一人暮らししてたから、あれなんだよ。得意なんだよ、料理が。意外でしょ？意外でしょ？料理できなそうじゃん。めちゃめちゃうまいよ。なんで下手っぽいんだろうね。料理めちゃめちゃすんのに。
おー、どうもどうも。寝てました。ドレさんのところいたじゃん。なんで嘘つくの？ ドレさんのところでコメント書いてるじゃん。寝てないでしょ。嘘をつかないの。別にドレさんのところ行ってたわって、別にいい、そう、普通に言えばいいのに。なんかやっぱ気使うの。今のエア料理伝わんね。ちょっと伝わんなかったね。雨降ってない今。のんちゃん。どうだろどうじゃろう。どうじゃろうか。どわかんない。う？いや、ちょっと見てみてよ。なんかでも音的には降ってなさそうだよね。でも台風来てさっきとんでもなく降ってたよ。ズワーって。降ったりやんだりしてる。ハートありがとうございます。ハートありがとう。風強いに台風だもんだって。もう大阪とか九州とかやばかったってよ。これから来るんでしょ。明日はもう雨だよ。何食おうか。ラブホ行く？のんちゃん。どこの？わかんない。どっか。あ、目さ、それで目覚めちゃったんだ。どっか、遠くの。だって、東京のラブホ高い上にさ、面白くないんだもん。狭いんだよ。田舎のラブホって広くない？まあ、運転するののんちゃんだから嫌だよね。な、西東京にラブホ街ってないの？安いラブホ街。なんかさ、新宿のラブホあるんだけど、高いんだよ。泊まんの2万ぐらいすんの。なんであんな高いの？新宿って。俺の中でラブホは5000円、6000円のイメージがあるの。成田価格。なんでこんな値段違うんだろう。混んでるんじゃない？違うよ。え？明日も休みだっけ？月曜日休みか。敬老の日か。なんかラブホ好きなんだよな。いや、この肩の痛みどうにかしてえな。ちょっとやばいわ、のんちゃん、これ。2万、新宿だと2万6000円とか。3000円で十分綺麗だよね。田舎のサービスタイムとかでしょ？それ3000円とかって。なんかね、ラブホ好きなのね。なんか風呂でかいじゃん。で、風呂、テレビを見るところなの、俺にとってラブホは。錦糸町とか？錦糸町高いんじゃないの？なんか田舎のそのなんか、あるじゃん。車でそのままパーキングに入れるラブホのタイプが好きなんだよね。ラブホでボケーとテレビ見ながらお風呂入ったりするのが好きなんだよね。ラブホマニアなんだよ。なんかジャグジーがあるラブホがいいな。ラブホ。金賞は狭いイメージがあるけど、どうなんだろう。フリータイム、早朝、昼13時から夜の20時、ショートタイム、ステイ、16時。夜の21時から翌朝昼11時、これか。祝日はないでしょ。深夜1時から。お寝坊タイムがあるね。お寝坊タイム。お寝坊タイムかな。深夜ニュース。
まあ、八王子ラブホあるね。八王子のラブホは嫌だ。まあ、1万ちょいぐらいかな。節約？わかった。なんか、じゃあ、ドン・キホーテ連れてってよ。ドン・キホーテ。買い物行かない？ドン・キホーテ行ってくれる？じゃあ、みんな、俺、ドン・キホーテ行くわ。みんな、お疲れ。ドン・キホーテ行ってくるわ。じゃあ、ちょっと、今日の放送終わり。お疲れ。みんなありがとね。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。